皆様、おめでとうございます。新年いかがお過ごしでしょうか。飯がねえよということでね、まあおせちもいいけどピラフもねってことで、本日はエビピラフィーですね。フライパンで全然 OK です。ちょっとうち土鍋使っちゃいます、うちの場合はね。まあ同じものだと考えてください。フライパンでも土鍋でもね、何でもできるよ、炊飯器でもできるよ、 OK ということでね、早速薬局ですね、始めてまいりたいと思います。はい、まず米ですね。米を好きなだけっちゅうのね、入れていきましょう。今日はね、無洗米っていうのは洗わないでいいやつね、使います。別にこれ洗うやつでも全然 OKOK、ベリー OK です。カップ3杯分ぐらいいくか。ちっちゃいね、そっか、あれかな。はい、それではね、茶碗一杯炊いちゃうかというのね。それではね、ガツンガツンパッカないなとね、ガツンガツン、はい、入りましたよ。はい、これですり切れ一杯だね。はい、バッツリーなと。これちょっと増えちゃうんじゃないのこれ今日もね。まあでもね、飯命なんでね、こんぐらいでよろしいんではないでしょうか。それではね、最初にだし作っちゃいますかね。はい、それではですね、だし作りましょうか。まあ、黄金だしもいいです。今日はね、水使いまーす。ね、水をたっぷんたっぷんたっぷりのつけですね。どんぐらい入れんのってことなんですが、はい、こんなもん。まあ、こんなもんってより、この茶碗に米をすり切れ一杯ぶち込んだら、水もすり切れ一杯。これが米炊き同割りの秘訣でございます。まあ、だから米炊くときは、もういちいちメモリ見ないのよ。ね。例えばこのカップに3杯ガツンガツン炊飯器入れたら、これに水ガツンガツン3杯入れれば OK ね。米の炊き方講座でございました。酢飯の場合はね、1割水の方を減らしますね。そして炊き上がった状態で1割の酢を加えるということですね。まあ要するに水と米は同割りね、これを覚えておきましょうね。はい、そうしたら固形ブイヨンですね。まあ顆粒でも固形でも何でもいいですね。ガツンガツンツリリンロンとね、2つぐらい言っておきますか。ガッツリーノスケとね、ガツンガツンツリリンロンと、はい、ガッツリーノスケと入りましたよ。はい、そこを敷いたらブラックペッピーですね。はい、ブラックペッピー、シャンシャンシャシャンシャシャシャンシャンね、7拍子ぐらいいっちゃってください。それから塩、おちょっと塩忘れちゃったな、ちょっと取ってくるね。はい、失礼お待たせしました。塩はね、今日少々で、オッケーオッケーベリーオッケーです。ね、はい、少々ね、はい、こんな感じです。なんで今日少々なのってことなんですが、結構コンソメとかブイヨンにね、塩分入ってるんで、まあここ少々でいいです。で、まあピラフなんて、まあちょっと薄いなと思ったら後で塩ぶっかけて食えばいいだけの話なんで、ここは薄めにいきましょう。あまり辛いピラフもう疲れちゃうから、食っててなんか喉乾くねみたいな感じになっちゃうんでね、その辺気をつけてください。はい、そしてね、味の素少々、パッ辛いなと。お酒少々ね、ちょいでいいよ、ね、白ワインでもいいかな、はい、ちょい、はい、こんな感じで、ほぼほぼレーターの方完成するんじゃねえ、そろそろね。はい、そしたらね、パプリッキですね、パプリカ、ガツンガツパラレモン、ガツンガツパラレモン、ガツンガツ、もうこれ好きなだけ入れちゃっていいからね、まあ、ガツン、辛くないからこれね、チリペッパーじゃないからね、ガツンガツ、はい、パプリッキ入りました。これがね、エビといい色でマッチするんですよ。はい、それではね、とりあえずこれ持ってバーナーコーナーの方に行ってね、ブイヨン溶かしますか、コンソメ。はい、ということでただいまですね、バービーコーナーの方にやってまいりました。このコンソメが溶けたらね、もうガツガツオッケーオッケーベリーオッケーです。それではね、もうちょっとね、火にかけていきましょう。うん、これあんま強火じゃない方がいいね。あんま強火でちょっと水が蒸発しちゃってさ、なんていうの、米と同割りになんなくなっちゃうからね、これね。だから弱火でトロントロントロンとね、やっていけばオッケーオッケーベリーオッケーだと思われます。もうね、このまま放置すれば火止めちゃって余熱でね、コンソメブイヨン溶けると思います。それではね、具材の方に入りましょう。はい、ということでね、具材の方ですね、まあ冷蔵庫にある残り野菜でね、全然オッケーオッケーベリーオッケーですね。はい、まず玉ねぎですね。玉ねぎはでも入れた方がいいね。玉ねぎ入れるともうぐんとね、ピラフらしくなります。はい、こんな感じでね、まあ、ちょいちょいみじん切りにね、していきましょうか。ガツンガツンとね。はい、こんな感じでお願いです。もう半分残ったね、これもやっちゃいますか。難しいな。ツン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 ツッツリーノスケですね。
はい、線入れて線入れてね、こんな感じで、お願いいたしまーす、ね、あとはこんな感じでね、みじんまあでかくてもいいよ、もう煮えちゃうから、うん、やっぱね米と米に挟まれるとね相当熱量くるからこれね、うん、ガツンガツンパッカーライナとね、よし、はい、そしたら人参ですね、人参ね、うん、ちょっと皮のちょっと汚いとこ少しね取ってあげてね、あとは綺麗にねたわしかなんかで洗っていただければね、もう皮ごとこの皮のとこにねやっぱね栄養かなりあるんでね、もうカロテインがね、はい、人参もみじん切りでいきましょうかね、まず薄く切ってくださいと、まあ、こんなもんでいいかなね、はい、そうしたらあとはねこの縦に切ってくださいねと、はいとね、はい、そしたらあとはね、これまとめてねみじん切りにガツンガツンとね、していきましょう、ガツンガ、まあたまにでけえのあってもいいよみたいなね感じですよね、うん、ガツンガツンパッ辛いなとね、日本の混ぜご飯的なやつはね油揚げとか人参とか結構でかめのやつ入ってますんでね、まあとりあえずまあピラフ、まあ西洋系なんでね、まあとりあえずはみじん切りしようよね感じではねえでしょうか、はい、こんな感じでね、玉ねぎと人参できました、もうこれで OKOK ベリー OK ですね、はい、じゃあこれ持って米持って、バーナーコーナーの方へ再び行きましょう、はい、ということでただいまですねバービーコーナーの方に、やってまいりました、これ先ほどのレーターですね、うん、茶碗に1杯米1杯分のやつね、もう余熱で溶けたねブイヨンもね、はい、そしたらここで今日はエビピラフとでね、はいね、280円ぐらいこのエビぶち込み、そんな安いこれ500円ぐらいしたのかどうだろう、わかんねえな、まあいっか、これをねぶち込みます、はい、それでは豪勢にね、これ1袋ガッツリなと、これ冷凍のやつなんでね、もうこの余熱でね、何この周りの氷を溶かしてね、その氷に染み付いてるエビエキスも出そうじゃねえかってね、そんな感じですね、はい、それでは余熱だから熱いな、結構熱いよこれまだね、はい、それではね、ちょっとこの辺にちょっとはけときますか、はい、そうしたらはい、米ですね、米ね、はい、米にまあこれ入れちゃうか一緒にな、やっぱやめよ、あとにしようね、はい、したら米にバターですね、これバターはさ適当でいいから最初はね、まあでもこの米の量にしてこんぐらいだと思うんだよねこんぐらいとめどんぐらいだよって、どんぐらいだこれ、メモリ4つ分か、メモリ4つ分ぐらいだね、茶碗一杯でね、たださここ弱火でいこうかね、弱火でね、はい、そしたら弱火でこの米あるじゃん、今白いよね、これがバターコーティングされて全体的に透明感帯びてくるまでね、こうやってやりいきますね、でたまに下の方をこうこそげてあげないと焦げてる恐れがあるんでね、その辺気をつけてくださいね、はい、それではガツンガツンパラライカとね、ちょっとバター溶かしましょう、バターはね有塩使ってくださいね、マーガリンはやめた方がいいと思いますよ、やっぱりピラフはバターだろうみたいな感じですね、はい、ということでちょっとさだいぶコーティングされたんだけどまだバターあるね、ちょっとさこれなかなか溶けねえなと思ってさ、もうねぷよぷよやってたらなんかちょっと飯焦げた感あるね、ね、はい、必ずこれはあれですね、付きっきりの作業でね、お願いしますね、まだバター溶けた、あちょっとここも焦げてるよ、もうやばいよ、苦くなっちゃうよこれね、はい、こんな感じで全体的にね、うん、米が透明感帯びましたね、はい、これでオッケーオッケーベリーオッケーでしょう、そうしたらね野菜です、はい、野菜をガツンガツンツリリンロンとね、はい、全部入れてしまいましょうね、あとはもう軽く米と野菜混ぜるだけ、今ね超弱火でやってます、超弱火でね、もうどうせ炊いちゃうんで野菜煮えちゃうんでね、はい、ガツンガツンパッ辛いなとね、はい、行きましょう、はい、もうこれで OKOK ベリー OK ですね、はい、そしたらね先ほどのあれね、うん、あれってこれよ、このエビが入ったやつで、エビはちょっと避けといて、これもう周りの氷溶けてるんだけど、今これエビ入れちゃうとすげえちっちゃくなっちゃうから、もう釣りの餌ですかこれみたいになっちゃうんでね、エビは別容器でね、よく見ましょう、そう言ってる間にもこうちょっと少しかき混ぜないとまた焦げちゃうからね、うん、忙しいね今日はね、これね、うん、まあ付きっきりでやってればこんなことにはなんなかったってね、
うん、最初からこれエビすくってればこんなことにはならなかったみたいな、ね、感じですね。結構エビあるね。はい、ガツンガツンパッカライナと、ね、はい、ガツンガツンパッカライナと。よし、そしたらここでね、だしを一気に入れてしまいましょう。まだちょっとエビ入っちゃったけどね。タラリーナとね。よし、はい、こんな感じ。はい、したらエビはね、別容器によけておきましょう。なんだろう、ブラックペッピーちょっとついてね、少し水洗いしちゃうこれ。はい、ほんの少しね、水洗いして、チャップ龍之介ですね。はい、こんな感じになりました。よいしょとね、よいしょと。で、あとはここはもう強火から中火ぐらいで OKOK、ベリーで OK で火つけます。で、あとはこうバッカンバッカンね、言ってくるのを待ちましょう。はい、だしを入れて3分ですね。わかりますでしょうか、この辺ね、ぶっくんぶっくんぶっくりに来ましたね。それで、まあ、たまにかき混ぜる程度ね、で、ぶっくんぶっくんまで持ってってください。あんまり頻繁にかき混ぜると、飯に粘りが出ちゃうんだよね。うん、やっぱピラフっていうのはさ、やっぱさっくんさっくんさっくりのすけじゃないと、なんか食った気しねえな、みたいな、ねちゃねちゃじゃちょっとね、みたいな感じなんで、ね、たまにこう、底焦げてないかな、みたいな感じでね、気弱なりゴムベラでね、こうやって焦げてないかな、みたいなね、焦げてるとカリカリってくるんでね、そこをこうやって剥がしてください。ね、これ元から焦げちゃって米ね、浮いてます。なんかもう雑穀米か、お前この野郎、へい、みたいなね、感じですね。はい、もうガツンガツン気出しましたね。はい、そしたらここでね、一気に、弱火にします。弱火です。生ってまじゃない。弱火にします。ね。感じですね。はい。そうしたら、ここで、ね。はい。エビ投入でーす。がっつりーなと。ね。はい。あとは、蓋をするだけです。ここも弱火でいいからね。うん。で、これで、まあ、15分ぐらいかな。うん。ちょっとうち火力強いから、まあ、15分ぐらいかな。うん、13分から15分ぐらいね。もうあとは放置です。この時超弱火でいいですよ。で、ここの穴あるじゃないですか。で、こっから、こうやって、クンクンククンってね、ちょっと匂いを嗅いでもらって、多分13分ぐらいする。あ、ちょっと焦げてる？ちょっと焦げる一歩手前？ちょっと香ばしい？っていう香りがしてくると思いますんで、ね。それでは13分ぐらいね。うん、10分ぐらい前からちょっとテンパった方がいいかもしれない。ね。はい、それではね、10分から13分、待ちましょう。はい、ということで、ただいまですね、10分がね、経過しました。蓋してね、途中で絶対蓋開けちゃダメ。お化け出てくるから、ね。もう鶴が帰っちゃうから、開けたら。ね。はい、10分ね、ちょっとクンクンしましょう。あ、クンクンククンクックリーノスケと。うん。まだ香ばしくないけど、すっごいいいエビの香りするね。もうちょいだね。やっぱ13分ぐらいかな。うん、あと3分待ちましょうか。で、必ずここに鼻の穴つけないで。やけどして大変なことになるからね。こう手かなんかでこうね。もう手でも熱いよとかだね。うちわかなんかでこう。ね。嗅いでください。で、ちょっと逃げえな。ちょっと焦げてんじゃねと思ったらもう速攻火止めるからね。うん。で、香ばしいなーっていうぐらいがちょうどいいから。あとね、2分48秒待ちましょう。はい、あれからさらに3分、合計13分ですね。蓋してから立ちました。ちょっとクンクンしましょう。やや香ばしい匂いします。ね。はい、そうしたら、ここで追いバターね。追いバター。半目盛りぐらいでいいかな。あと、グリーンピース。ね、グリーンピースなきゃ入れないでいいですね。うん、ピーマンのみじん切りでも全然 OK です。ね。はい、それではですね、ちょっと熱いんで一瞬にして入れるからこれね、うん、こっちのが見やすい。穴熱いなこれ、やべえぞこれ、うん、ちょっとバター大丈夫か。よし、一瞬だよ。はい、はい、見えなかったね。はい、そうしたらここでね、一気に今強火になりましたね。周りがつけない、これね、ちょっと中華用なんで。で、ここで15秒数えますね。今5秒ぐらい経ったんで、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、発射、ドーンみたいなね。はい、火止めますよ、ここで。はい、火止めると、ここからね、ほら、ね、蒸気がパッカンパッカンパッカリンスケット出てきたの、わかります？まあいい。
まあいい香りだねこれね。追いバター効いたねこれね。追いバター入れすぎるとぐっちゃぐちゃになるから気をつけてね。うん、メモリ半分ぐらいでいいからね。なんか 5g ぐらいってことですよ。はい、それではね、こっからまたね、まあ10分から15分蒸らしに入ります。そしたら完成だからね。で、今日無洗米使ったけど普通のね、うん、お米も全然 OK です。もう研がないでくださいね。うん、研いじゃうと普通の飯になっちゃうんで、まあ普通の飯になるってこともないけど、水分ちょっと含んじゃうんで、もう必ず無洗米でも無洗米じゃない米も、もう研ぐ必要ないからね。いきなりバターコーティングでいいからね、その辺のところをワンポイントで押さえておきましょう。それではね、あと10分ぐらい待ちますか。はい、ということで、13分ね、経ちました。もう湯気消えたね。蒸らし OK、 終わりましたということですね。はい、それではね、これテーブルの方に運んで、食してまいりましょう。はい、ということでただいまですね、テーブルの方にピラフですね、エビピラフィー運んでまいりましたね。蒸らしも13分完璧に終わっております。はい、それではね、ちょっと蓋を開くんですが、必ずね、鍋つかみなりティッシュなりね、まだ結構蓋熱いんでね、気をつけてください。まあフライパンでやる場合はね、必ず蓋のあるねフライパンでやってくださいね。そうじゃないと絶対に炊けません。それではね、オープンしてみましょうか。気をつけてください、暑いですよ。はい、それではオーピンですね。はい、このあったかそうな湯気ですね、湯気。はいね、はい、ここでバツンバツとね、パセリ粉もしくはねフレッシュパセリのみじん切りかなんか振ると、これはまた一層ね美味しくなるんではないでしょうか。はい、それではね、お皿の方に盛り付けましょうかね。少しこう混ぜてあげるとね、より一層エビのいい香りが全体的にいくんではないんでしょうかみたいなね、感じで、グリーンピーもいい色に染まったねこれね。うん、すっげえいい香りっすよね。はい、それではね、器の方に、ガツンガツンパッカのやつね、ガツンガツン、今日ごちそうだねピラフとかね、昔の喫茶店のピラフね、あれ好きだったね。スウェヒロ5のねエビピラフ、あれ美味しかったね。うん、最初に焦げたあの米もね、ちょっともう分かりやしねえぐらいの感じですね。はい、こんな感じでね、これ非常にバッツン落ちたわ。これ冷めてからもまあレンチンでもいいし、もう一回フライパンかなんかでね、こう温めてあげると非常に美味しゅうございますね。はい、それではね、食してまいりましょう。はい、ということで早速焼き肉ですね、エビピラフィーですね。エビたっぷりだね。これ最初から入れちゃうともっとちっちゃくなっちゃうからね、気をつけてくださいね。いただきます。うんうん、おいしい。うん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 、まあまあちょっと薄味だけど、ピラフこんなもんでいいんじゃないかな。もしここでちょっと塩分足んねえなってことはね、ちょっと塩パラパラとかね、お醤油たったりなとかね、やってください。こういうのがでもうまいんだ。やっぱこれ飯だから永遠に食えるぐらいの、ね、あんまり辛いと飽きちゃうんだよね。うん、やっぱこんぐらいブイヨンの香りとエビの香りね、そして玉ねぎ人参の甘み、やっぱこれがね、何倍でも食えるぜこのピラフっていう感じのねピラフになってると思うんでね、塩分濃度少なめでお願いいたしますよ。いただきます。うん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 、でも結構できたねこれね、できちゃった。テーブルのっけときは必ずなんかね、鍋敷なりなんかねのっけてください。自家テーブルだとテーブル溶けて、怒られちゃうからね。うん、いただきます。あっこおお、うん、この湯気、いやーこれ3杯はいけんな、やばいから。うん、いただきます。うん、おいしい。うん、あ、もう飯ないんだよ今日とかね、そういう時にちゃちゃっとね、まあ、30分までは余裕でできるんで、ぜひねお願いいたします。何をお願いしてるんですかね、ぜひねお試しください。いただきます。うん、うん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 、まあ30分までは普通の飯も炊けるけどね、たまにはちょっとこう変わったところでね、ピラーね、よろしいんじゃないでしょうか。うん、パプリカの粉なかったら入れないでいいからね。うん、入れないともうちょっと白っぽく仕上がりますね。入れることによってなんかややこうエビ色にお前染まってるかみたいなね、感じになる。米立ってるなね。いただきます。
うん、あ、なんか幸せだね。うん、おいしい。ベリーグラッチェです。はい、ということで本日の最後までむたらしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、エビピラフの作り方ね、これ動画に収めてみました。非常に簡単なんでね、もうコツさえつかむしめば何ピラフもできるんでね、いろんなピラフ作りたい方はね、上の虫眼鏡マークのところに、ピラフまかない道場エンターバシンとかね、やっていただけるとね、いろんなピラフの作り方がダーッと上からね、まかない道場出てきますんで、そちらの方もね、よろしければご覧ください。はい、そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。まだまだ寒いので風邪などひかないようにね、よろしくお願いいたします。おせちもいいけどピラフもね。じゃあね。